これ今季リバプールの試合感覚らしい。そりゃ遠藤もガス欠するし、リバプール全体が低調になって勝てなくなったりもしますわ。もう今シーズンで冨安のアーセナルでの総プレイ時間超えんじゃねえの？そうだったのか、奥田さんの分析多彩だな。こりゃひどい快適なドイツから、いきなりリバポで、しかも体力戦術クロップだもんな。30歳がどんなゴーメンタルしてるんや遠藤。その辺は今は仕方ないんだ。リバプールはお金がない昔の応援時代の黄金期と違う支出額がエバートンより少ないとかクロップが言ってたよ。そんな支出額で選手を適切に休ませるなんて無理。木曜と土曜に試合あるのエグいな。時給800円で正社員並みに酷使されるバイトみたいなもんですよ。ワンオペだから遠藤いないと閉店ですが。でもカップ戦に関してリーグ戦も最終節までもつれても決勝まで残った滝在籍シーズンは63試合もこなしたんだ。顔イエルですら敗退した時点でまだ恵まれてるんだ。日本でもよく見る詐欺グラフじゃん。招集かかれば極東まで飛んで、さらに4人の子育て脱し繰り返し打つわ。サッカー界のスキヤと命名しよう。